津津駅は、島根県大津市津津町津津にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。すべての快速列車が停車する。かつて存在した3番線に停車する、キハ5 8系相対式2面2線のホームを有し、行き違いが可能な地上駅。下りホーム側に駅舎があり、上りホームへは、湖泉橋で連絡している。 山陰本線高速化事業に伴い、高速通過可能の両開き分機器に取り替えられている。この他に側線を持つ。元は二面三線の構造であった。旧三番線跡地は新たにレールが付設され、駅裏の極東高和合津 PC 工場で生産されている PC 枕木を補線用の貨車で積み出すのに利用されている。浜田鉄道部が管理する。かつては、 業務委託駅であったが、2005年に無人駅となった。また以前には、キオスクも営業していた。なお、駅舎内に自動券売機が設置されている。1日平均の乗車人員は171人である。2004年度は259人、1994年度は323人、1984年度は490人だった。 近年の1日平均乗車辞任は以下の通りである。快速、アクアライナーの隣の停車駅は列車記事を参照。ありがとうございます。